こんにちは。FX の相場解説をご覧の皆様、ずっと相場解説をお休みしていて、私はね、週足、日足の方で、長期でエントリーをしていたわけですけども、この度105円で全て、ロスカットに遭いまして、損失額としてはね、ちょっと私、今までの中で一番大きい金額を出してしまいました。本当にね、痛いなということですよね。円安が進むとは、可能性がないわけではなかったんですが、おおむね、円高に向かうことで高く振っていた場面もありまして、今回は、大失敗でしたね。ちょっとこれは、やっぱり大統領選の前後っていうのは、エントリーしない方がいいっていういい例でしたね。私はそれをよく認識していて、皆さんの方には1時間足でトライしている方にはこれは様子見ですよと、相場解説しませんよと繰り返し申し上げてきましたので、ポジションを持たれている方はいなかったと思うんですよ。で、私の場合は長期でね、さすがにこれが円安にいきなり向かってもドル高にいきなり向かっても105円前後でロスカットを食らうことはないだろうなと、食らってもロスカットを105円ならまだ耐えうるかなと思っていたんですけども、まさにね、105円でロスカットをいただいて、現在ね、105円の427というね、もう本当に完敗ですね、今回は私がね。いやらしい気持ちを出したところもありますし、だから1時間足で勝負するときとデイリー、ウィークリーっていうのは全く違うってことなんですよね。改めて認識しました。1時間ではね、エントリーとてもできるような状態ではありませんでしたから、1時間でエントリーするとなると、これは本当にあっという間なロスカットでね、損失額もちっちゃかったと思いますけども、私の場合ね、デイリー、ウィークリーの方でね、ポジションそれぞれ取ってたんで、これはちょっと人に言えないようなね、損失になってしまいました。でもロスカットがあって本当に良かったです。私の場合はね、XM 証券のクレジットっていうのがあって、かなりね、余裕を持ったリスクレアードが取れていたんで、ロットを多少下げてはいたんですけども、ロットが1ってことはないんですけども、それにしても今回はね、今まで FX をやってこの4年間で、2017年以外ではですね、2018年から数えて最大幅でしたね。でも何百万損したってことはないので、所詮かすり傷ではあるんですけども、ちょっと驚きましたね。10万超えのこのロスカットっていうのは初めてでしたね。ちょっと大胆に行き過ぎました。やっぱりここはですね、全資金の 1% っていうルールを守らなかった私の落ち度です、ね、よく言いますけども、まずはルールを守ることっていうのが1つ目のルールで、2つ目のルールは1番のルールを守ること、これしかないというふうなことが、今回ね、痛切に胸に染みましたね。普段でしたらね、数万円のロスカットで終わってるところなんですよ。3万とか4万 で、今回はね、ちょっとね、日足とかウィークリーにポジションそれぞれ取っちゃったんで、これはね、ちょっと抜け駆けしてちょっと勝ちを焦りましたね。おそらくね、この10月もカツカツだったんで、今回で年間売上1000万はまた割ってしまいましたということで、いやー、そういうふうなね、失敗の報告でございましたね。だから1時間でエントリーしている方は1時間以外でエントリーしない方がいいです、ね、私は今回1時間での相場解説は皆さんに対しての一定の責任がありますので、解説はしないと、ポジションも取らないということをずっと申し上げてきました。でも私は自分の判断でデイリーとウィークリーにはポジションを取っていたということをポロッと言ったと思うんですよ。それは今解消されて全部ロスカットで終わりました。だからこういうことになるんでね、本当にね、1時間でやる方はずっと1時間、1つの通貨ペアでやる方は他の通貨あんまりいかないことだと思います。これが今回私が得た教訓として皆さんにお知らせできることかなと思いますよね。通貨ペアもね、いろいろと広げすぎたら結構不自由になるっていうか、管理がもう結構ね、ややこしくなると思うんですよ。ですので複数の通貨ペアされてきた方も結局は1つのペアに落ち着くと思いますし、1つのペアが扱えるようになってきたら2つ目3つ目って増やすことはあると思いますけども、私もね、別の時間軸での勝負に今回手を出してみたらダメだったということで、またね、1時間エントリーに戻ろうかと思います。いや、今回ものすごい幅でしたよ。102円930のあたりから105円でしょ、2円半ぐらいね、一気に1日で行きましたね。これはね、やっぱり大統領選の恐ろしさですよ。それだけ皆さんにお伝えしておきます。大統領選の恐ろしさです。だからやっぱりね、大統領選の前後はもうね、スケベ心出さない方がいいってことですね。分かっていたんですけどね、やってしまいました。はい、ということで1時間足には傷はつけなかったんですけども、私のね、未知の分野デイリーとウィークリーでは
乾杯でしたということでございます。で本日は以上です。